ローズ・タイラーは、テレビドラマ、ドクター・風に登場する9代目ドクターと10代目ドクターのコンパニオンである、ビリー・パイパーが2009年スペシャル、時の終わりまで演じた。日本語版の声優は、坂本真綾。ロンドンで暮らす勇敢で、気さくな19歳のブロンドの少女として描かれ、異星人であるドクターとは違い視聴者に近い立場にある。そのため、高校卒業後は、 大学進学を果たせず洋服店で働いているなど庶民的である。それゆえカサンドラなどからは仮殺と称されることがある。シリーズ当初は地球人と違う感性や思考を有するドクターと対立することも多々あったがタイムウォーを経験出産でいたドクターの心を次第に柔和なものに変えてゆく。当初はミッキー・スミスと交際していたがドクターと旅をするうちに ドクターに感化され、シリーズ1、別れ道で彼と口づけを交わし、シリーズ2では互いに愛し合っていた。一方、母親のジャッキー・タイラーからは、ドクターや未知の存在に近づくことを危惧されていた。彼女の目線では、シリーズ1、マネキン・ウォーズがドクターたちとの初めての接触であったが、幼少期にドクターから自転車をプレゼントされていたり、育っていく様子を、 キャプテンジャック・ハークネスが見ていたりと以前から出会っている。2005年、勤務先の洋服店にて、ネスティーンが操るウォー,オートンに襲われ、9代目ドクターにより、救出される。その後調査を続けるドクターと再会し、ネスティーンに追い詰められた、彼を救出する。ネスティーン討伐後に、ドクターから一緒に旅に出ないかと誘われ一旦拒否した。ものの、彼が乗る、宇宙センターディスが、 タイムマシンであることを知り、同行を決意する。時に、ドクターと対立しながらも、50億年後の宇宙ステーションや百8 6 9年のカーディフなどへ旅する。この時、カーディフで、メシ使いの少女グイネスから、バットウルフという言葉を告げられる。2006年にロンドンへ帰還し、1年間行方不明扱いとなっていたことを知る。母、ジャッキーや、 恋人ミッキーからひどく心配され、特にジャッキーはドクターを憎むほどであったが、二人を説得し再び旅をする。2012年では、アメリカ合衆国ユタ州で、ダーレクト、初めて遭遇。その直後には2000世紀の宇宙ステーションサテライト号で、ジャグラフェスの支配体制を崩壊させた。1987年、交通事故で本来死亡するはずだった父。 ピート・タイラーを救出してしまう。彼女がターディスに乗り込んだ理由が亡くなった父を救うためだったことが判明し、ドクターから、間抜けな猿と罵倒され一時的に見放される。ピートの救出が、ディーパーの失言をもたらして宇宙が消滅の危機に瀕し、父ピートは責任を取って自ら死を選ぶ。ローズは、父の手を握り最後を見取った。1941年のロンドンで、 ドクターとはぐれて、気球で空をさまよっていたところ、キャプテンジャック・ハークネスに助けられる。この時からジャックを加えた3人で旅を始めるが、1333年の京都を観光した直後トランスマットビームにより2001世紀のサテライト5へ転送され、デスゲームに参加させられる。決勝戦でローズは敗北、再びトランスマットビームを受けダーレクの戦艦へ転送される。 ダーレクが数百年をかけていた地球侵攻作戦を前倒ししたため、ローズはドクターの手で21世紀に送り返されることとなる。21世紀の地球で歯がゆい気分を味わっていたが、これまで自分が目にしてきたバッドウルフという言葉が警告ではなくメッセージであると気づき、タービスの心臓部を解放して自らの精神とつなげてタービスを操作し21世紀へ戻る。 タイムボルテックスをダーレック艦隊に流し込んで原子レベルに分解し、同時に戦死していたジャックを蘇生させる。しかしタイムボルテックスの莫大なエネルギーが肉体を蝕み始め、ドクターが代わりにエネルギーを引き受けることで救助される。この時、復活したジャックは2001世紀に置き去りとなっている。タイムボルテックスを浴びた9代目ドクターは10代目ドクターに再生し、ローズは その変貌に戸惑う。しかし、シコラックスを退ける十代目ドクターを見て、ドクターだと認め、旅を再開した。かつて五十億年後の世界で出会ったカサンドラと、再び遭遇し肉体を乗っ取られ、病院内でパンデミックを起こしかけた後に、彼女の死を見取る。トーチウッド設立のきっかけとなった狼男と、遭遇した後、四代目ドクターのコンパニオンであった。 サラ・ジェーン・スミスと出会う。サラを旅に誘うが辞退され、代わりにミッキーがターディスに乗船する。三人で旅をするうち、誤ってパラレルワールドに漂着。この世界では、父ピートが生存している、タイラー夫妻が巨満の富を築いている、ミッキーの死んだ祖母が生きているという際が存在し、ローズとミッキーはこの世界に惹かれていく。この世界における、 巨大企業サイバス工業の責任者、ジョン・ルー・ミックがサイバーマンを作り上げ、全人類のアップグレードを計画し、ローズたちはピートと共にこの陰謀に巻き込まれる。結果ミッキーはパラレルワールドに残り、ローズは元の世界へ帰還する。未来の惑星探査基地に到着したドクターとローズは宇宙誕生以前から存在すると自負するビーストによる攻撃を受ける。 無事ビーストを倒し惑星から脱出したが、ビーストにより、勝ち目のない戦で勇敢に戦い死ぬ定めと予言される。2007年の地球に帰還したローズとドクターだが、そこで待ち受けていたのは無数のゴーストと突如出現した、球体であった。ゴーストの発生源となっている、トーチウッド1に乗り込み潜入調査をするローズだったが、サイキックペーパーを見破られ確保される。 その時ゴーストの正体がパラレルワールドから来訪したサイバーマンであると発覚し同時に球体が活動を開始してダーレックが出現する球体はボイドシップと呼ばれるものでパラレルワールド間に存在するボイド空間を旅する乗り物だったダーレックとサイバーマンの戦争に巻き込まれローズはジャッキーたちと共にパラレルワールドへ避難することとなる命令を拒絶して ドクターと共にいることを選んだが、窮地に陥った際に、ピートに助けられ、パラレルワールドへ回収された。こうして、ドクターとの関係は断絶されることとなった。事態が収束した後、超新星のエネルギーを利用したドクターから通信を受ける。彼に愛を伝えるが、ドクターからの告白は未遂に終わる。シリーズ3では登場しないものの、ストーリーに大きな影響を及ぼしている。 始終、ローズのことを口にするドクターに、マーサ・ジョーンズが不満を抱く、ジャックとドクターがローズの話をしたことで、嫌な教授が記憶を取り戻すなどの展開があり、不在ながらも依然として重要人物の地位についている。ダーレックがリアリティボムでボイド空間を破壊したためパラレルワールド間の行き来が可能となり、ローズは再登場を果たす。 過去改変に巻き込まれたドナノーブルを助け、彼女を元の世界へ戻す手伝いをする。この時、ドクターへの伝言を彼女に託しており、その言葉はバッドウルフだった。それを聞いたドクターは宇宙に終焉が迫っていることを悟る。ダーレクが地球に進行を開始する直前に元の世界に戻ったローズは、ドナの父、ウィリフレッドをダーレクから救出する。 ドナの家からテレポートして、ドクターと再会を果たしたが、タービスごとダーレクの本拠地に送られ、ドクターと共に捕獲される。リアリティボムで、パラレルワールドを含め全ての宇宙が消滅する危機に直面するが、ドナの手により回避され救助される。ダーレク艦隊爆破後は異空間に転送されていた地球を、タービスで牽引して、元の座標に戻した。なお、 このエピソードにおいてマーサと初めて対面する。その後、パラレルワールドへ送り届けられる。戦いの中で生まれたドクターのコピーである、メタクライシスドクターを託され、彼と共にパラレルワールドで暮らすこととなる。再生間際の10代目ドクターが、最後に出会うコンパニオンとして登場する。この時のローズは2005年1月1日の彼女であり、まだ9代目ドクターと出会っていない。 正体を隠している10代目ドクターから今年はいい年になると告げられ、笑顔で彼に別れを告げた。シリーズ6、ヒトラーを殺そう。では11代目ドクターが起動した対話ユニットがローズの姿で登場しており、彼がローズに対し罪悪感を抱いていることが明らかになった。さらに同シリーズ、ドクター最後の日では11代目ドクターがローズに会うつもりであることを告げていた。 50周年記念特別番組、ドクターの日では、大量破壊兵器モメントのインターフェースが彼女の姿を模して登場する。また、ユニットのブラックアーカイブで、他のコンパニオンと共に写真が掲示されている。シリーズ10、チリゆく、ドクターでは、新シリーズにおける他のコンパニオンと共に12代目ドクターの回想に登場する。ありがとうございます。